どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに、はい、始まりました。吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日のゲストは太田さんでございます。お願いします。あ、吉本新喜劇の太田義信です。よろしくお願いします。お願いします。太田さん、さあ太田さん、ビンビン、あ、出た、出ました、太田さんの YouTube チャンネルね、はい、僕のチャンネルなんですよ、これ。いや、ビンビンはやらなくていいですよ、はい、何でもいいから。ビンビン、何でもいいから。太田さん、はいはいはい、今回はですね、何するんですか。あの、今ですね、はい、勝手にランキングというのをやってるんですよ。今回は、はい、太田さんは格闘技好きなんですか。格闘技好きです。僕も大好きです、はいはい、なので、男性座員で誰が喧嘩最強、まあナンバーワンと、はい、そして最弱ナンバーワン決めましょう、2人で。なるほどね。勝手に話して。だからこれ男性座員書いてある、ね、男性座員今回計74名。何のことやねんと思ってましたけど。はい。もう、もう想像でいいんですよ。想像でね。はい。でも適当なこと言うていいんですよ。僕らがもう勝手にランキング形式やるので。なるほど、わかりました、わかりました。そんな感じで、お願いします、いったらね。よいしょ。ということで、はいはい、太田さん、はい、完全にね、もう決めましょう。なるほどね。弱い人も強い人も いてるね。いてますよ。はい。で、まあ、ベタに普通の考えで想像なしでいくと、多分、もうアキさんめちゃくちゃ強いと思うんですよ。アキさんね、アキさん強いよ。はい。ただ、これ重量級でいくと、ジャボリとか、背でかいじゃないですか。体重あるし。ジャボリは、しかも、はい、アメリカで、はい、あの、空手やってますからね。空手やってましたね、確か。そう、だからめちゃくちゃ強いんですよ。強いですね。50手前やのに、はい、むちゃくちゃええ足してるし、してます、ね、硬いから、はい、身長もね、ありますし、ね、身長も高いから、はい、体重もあります。これはもう無差別級でいくと、これもジャボリめちゃめちゃ強い。ただこことはいいえ勝負してるのが、はい、ここなんや。初めにさ、もう現役で空手やってますからね。そうそう、青銅会館のあの、現役でバリバリ空手教えてたりとかしてる師範ですから。師範の方ですからね。そう。で、しかも言うたら、はい、昔、はい、青銅会館で世界チャンピオンになった方と、引き分けてるんですよ。マジっすか？昔？で、石井館長から、はい、名古屋支部の館長やらへんかっていう話までいただいてたのに、はい、それを蹴って、吉本興業に、入社したというか入った。入った、入団した。入団した人です。だから、まあ、もともと最初は漫才やって入りましたからね。ああ、そうかそうか、はいはい。そうですね。名古屋っていうか結構でかい支部じゃないですか。でかいですよ。言ったら、東京、大阪、名古屋ってぐらい、そうです。でかい支部の、館長を任される話まで来てたのに、それを蹴って。それを蹴って吉本興業に。もうただ単の蹴りじゃないでしょうね。もう回し蹴りで蹴ったんですね、それは。そうそう。スカウト、回し蹴りで蹴った。いきませんかって。まあ、年言ってありますけど、でもこれは現役で強いですね。はい。そうです、ね。あと、ジャボリも先ほどその、年言ってると言いましたやん。はい。こいつ、痛風持ちなので、もうふくらはぎ蹴ったら一発で勝てると思います。痛風持ってんねや。痛風持ちなんですよ。腰とかも悪いですよ。まあ、確かに腰も悪いでもあるんですよ。はい。で、青の兄さんも多分強いです。あ、青野さんね。はい。強いです。青野さんでももう、槍持たな。勝たれへんやろ。ずっと、ま、やり回してますし、あの、まあ、言うたら、その時代劇系のね、はい、剣の捌き方とかこう、はうまいけど、はい、いざ実戦でってなったら弱いでしょ。路上やったら強いかもしれないですね。なんかどっかの木の枝拾ってきて、もう槍みたいに、あ、そうか、武器使って、わーって、はい、バンバンバンって、もう路上の剣やったら青の兄さん強いかもしれない。ただもう、切りないとかやったら死ぬよ。すぐ。階級関係なしでいったら誰なんやろな、でも。あ、みんなも同じ身長、同じ体重とかで。そうそうそう。やったら。ここも強いよ。あ、タックルさんね。うん。タックルさんはもう、こんなもんこうタックル決められたら、はい。首ガンでいくから、真っ先にタックル来ますよ。そうそう。あ、ジャボリに勝てそうですね。そうそう。だってジャボリ足弱いし。足弱いです。足にタックル決めたら、はい、もうすぐ。うん。ギブアップギブアップって言いそうやね。すぐタップしそうですね。そう。いい発音で。あ、じゃあタックルさんとはじめ兄さんちょっと強いかな。強いかな。ここは別の意味で強いけどね。あ、タレさんね。お父さん呼んできたら、はい、バックも後ろの影が見えますからね。そうそうそう。なんかたまに舞台上でもいいじゃないか、新喜劇でも、はいはい。お父さんに言うたるからなって。もうそれ言うたらあかんやんっていう。それ言うたらせこいわっていう時あるから。あれ結構本気に聞こえましたね、ほんで。そう。で、ガチの目で言うてるから。それ冗談で言うてるんですけど、目がもうギンギンやから。芝居やけど、怖い言うてるような、なるほどね。あとね、僕、体のこの筋肉とか見た目じゃないけど、中身強いっていうの、吉田さんとか強いじゃないですか、豊兄さん。吉田は、はい、免疫力やね。その、病気とか、
ほんまに。あと回復力ね。喉とかもあんだけドリル1000の回で、そうですよ。ガーって、言うたらもう全国回ったりとか、ね、テレビバンバン出てる時とかも、はいはい、全然声枯らさないんですよ、ね。そうですよ。ほんで、お酒好きなのに、お酒飲んでも声とか出してるのに、うん、全然飛ばない、この人。これ、その、だからその回復力と、はい、その免疫力とか、その病気系、バリバリ強いですよね。回復力早いので、はい、一遍もボコボコにされても、なんかすぐ治って、そう、すぐ立ち向かって、そう。だから無人島でサバイバルやったら、はい、めちゃくちゃ強そう。だから、無人島で30日喧嘩してくださいって言って、ロング、長期戦の戦いやったら、はい、ここ、立ち残るような、ゴキブリ並みの生命力持ってるから、はい、こいつ。吉田がそういう意味でも強いですね、まあ、強いんじゃないかなとは思います。確かに。逆にですね、はい、最弱、ちょっと最弱も山ほどおるやん。だっていっぱいおるよ。最弱いっぱいいます。いっぱいおるよ。まあね、本気で言うと、まあ、その遅れ師匠はもうガリガリなので。いや違う違う、ここよりまず、はい、ここでしょ。御年82、83でしょ。桑原師匠ね。桑原師匠。確かに。もう俺が入った時はもう、15年前ですかね。はいはいはい。まだ60代でしたから。はい、元気バリバリでしたもん、ね。そう。なんか、太田芝来たいって、直接言われたこともあります、ね。僕の声がね、やっぱうるさいんですよ。はい、声通るし、はいはいはい、なるほど。大きい声で楽屋で喋るから、うん、多分ちょっと、勘に触ったんでしょうね。うん、今は元新劇座員の宮崎君という方、今は作家なんですけど、作家やってますけど、いっぺん桑原師匠に怒られた時に、うん、ファイティングポーズ取られたって言ってましたもんね、うん。あと、月曜日にいつも新喜劇舞台稽古とかね、稽古やって、はいはい、火曜日に初日迎えるんですけども、はいはい、月曜日に、はい、舞台で稽古する時に、やっぱ若手は先に降りないといけないんですけど、はいはい、そうですね。宮崎君は、はい、いろいろ先輩のね、衣装とか用意あって、あー、着替える時に衣装とか持って降りないんだ。持って降りなあかんし、はい、あと周りの世話しなあかんから、先輩方、はい、師匠方の、はい。で、バタバタしてたら、うん、お前いつまで楽屋にいてるんやって言って、宮崎くん、メガネかけてるんですけど、パーンってこう、ビンタされて、メガネがパーンって飛んで、楽屋の冷蔵庫の上にパッて落ちましたからね。皆さん、昔の話ですよ。昔の話ですよ。昔です。今はもうアウトですけど、はい、今もうオーアウトです、もう。けど、もう10年以上前の話ですからね。はい、これが、昔のお笑い芸人の感じです。はい。はい、飛んででしたね。ゆっくりスローモーションでメガネが飛んでいくの見えました。僕もその時楽屋いたんですけど、めちゃくちゃ怖かったです。昔のその時の動画見たいですね。いや、ほんまに。載せたらバズるでしょ。バズるよ、ね。めっちゃおもろかったと思う。桑原師匠が若手にピンタした瞬間。スローでメガネ、パー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 、冷蔵庫の上、パーパーパー、ちょっと、見たいわ、それ。でも最弱の話ですからね。誰やろうな、若手で弱いやつって誰なんやろうな。若手で弱いやつ。松本さん弱そうですね。弱い、ここ弱いよ。アイドルオタク。アイドルオタク。弱そうですね。弱い弱い弱い。あ、ここも弱いかもしれないです、2人。住吉助大。ここは住吉助大はちょっと弱いかもしれない。ここもひょろひょろの代表格やもんね。あ、太田さん。誰皆さん、一番、弱い方忘れてました。あ、誰よ。シャイアンさんです。シャイアンさんです。すいません、これ、わかる？わかる？見てる人。シャイアンさん、わかります？わからなかったら、吉本新喜劇の座員紹介のとこ見に行ってください、はい、サイトで。あれ、何年前の写真？あれ、シャイアンさんのさ、面影ある？あ、50年前ぐらいの写真。いや、どの写真持ってきてんの？薄ブルーの背景写真。そう。で、はい、シャイアンさん、はい、潜在写真、はい、黒髪ですけど、はい、新喜劇入って、金髪になりましたから、ね、はい、金髪になってます。なんでって。だから一瞬、ロビーとか楽屋にいてたら、はい、吉田ヒロさんと間違えるんですね。確かにね。ちょっと後ろ姿似てたんですよ。はいはいはい、似てますね。ちょっと若い格好してはるから、はい、シャイアンさんも。小柄でね。はい。だから、ヒロ兄さんかなと思って、はい、おはようございますって言ったら、はい、シャイアンさんやった時ありますね。あと、シャイアンさんかもしれんな。なるほどね。あとね、兄さん。第5部めっちゃ弱いっすよ。こいつすぐ泣くやろ。で、メンタルが弱い。元いじめられっ子なんだ。あ、そうそう。はい。第5部弱いです。も、そうね。確かに弱い。はい、ここも弱そうやし、永田君もな。ああ、永田もね、うん、まあもう女性座員の枠ですからね、ここはもう。女性座員ですね。柳師匠いてました。おった、見えへんかったわ。柳師匠ですやん、最弱。
チャッソチャッソですよ。そうですわ。あー、ひょろひょろガリガリ。いや、そうか、そう考えたら僕も弱いと思うね。今ベップさんね。今ベップなんかもうこんな感じはもう暴力のボの字もない。ここ暴力1、暴力1、1ぐらい、うん、コスさ99。すごいな、グラフにしたらすごいな。すごいってなってる。そうそう、コスさ99、こうなので、ね、それぐらいかな。ぐらいですね、弱いとって。なんか、うん、それのもう最強、最弱も決めましょうか。うん、決めましょう。決めようか。この後最強ナンバーワン、最弱ナンバーワン、はい、大手さんと話し合って決めますんで、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。右ストレートさあ、ということで大手さん、はい、最強と最弱、はい、ナンバーワンずつ、一人ずつ決めました。決めましたね。発表しましょう、はい、まず最強からいきましょうか。はい、最強。最強、はい、吉本新喜劇男性座員、はい、喧嘩最強座員は、はい、最強はタッチプロ長いです。やっぱりね、ここはもう強い、ほんまに。タックルさんほんま強いと思います、これは。あの、首しっかりしてるしね。で、だからさ、例えばですよ、はいはい、この74名を、はい、UFC みたいな檻に全員放り込んで、なるほど、誰が生き残んねんって言った時に、はい、やっぱり忍耐力とか、あの、やっぱその、はい、体のそのポテンシャルの高さ、はい、ほうほうほう、全部含めて、まあ、年齢もありますよ、はい、はい、全員檻に74名放り込んだら、この人が絶対生き残る。多分全員をタックルで網のところに押し付けていくでしょ。そう、ガーンって。じゃあみんなどこどこを負傷して、ペヤってなるけど、この人怪我しなさそうでしょ。はい。いろんなとこから殴られても。で、はじめ兄さんもね、強いかなと思ったんですけど、もしですよ、タックルさんがバーッとタックルしてきたときに、はじめ兄さんが、もうなんか政権好きか、前蹴りを、はい、頭で、その足とかも折りながら、そのまま突進してくるんだよね。こんなも、はじめ兄さんがこんなもバッキーって。でタックルさんにやられそうな。あとはじめ兄さん、うん、あの50肩で肩上がらないですよ。だからやっぱ年齢には勝てんということでね。そうですそうです。はじめ兄さん結構年取ってますから、はい、昔はめちゃめちゃ強かったですけど、今考えるとやっぱこっちには勝たれへんのかなと。そうですよ。最強は最強タックル長いですね。いきます。はい、じゃあ最弱の方ね。最弱ですね。最弱チャンネルでございます。そうそう、見てる人は、はい、誰やねんってなってると思います。失礼ですよ。大先輩ですか。はい、大田さんから初めて聞きましたけども、あの清水優君が結婚して、はい、ね、電話いつまでたっても取ってくれないというね。そう、だからこの行方不明なんです。そう、全員連絡したんですよ。清水宏之君が森田真理子ちゃんと結婚しますっていう報告をね、はい、やっぱり先輩後輩みんなに記事出る前に、ニュースになるの前に、はい、全員に連絡しなあかんということで、はい、全員に連絡したんですけど、はい、シャイヤさんだけ未だに繋がらず、未だにです。だから、喧嘩最弱というか、もう今行方不明です。そうです。どこで何してるか全く分かりません今、はい、シャイヤさん、お知り合いの方もし見てたらですね、はい、シャイヤさんの名前あげてたよって教えてくれました。はい、プラス、ちょっと何してるかだけ気になります。はい、ひろゆき君の電話返してください。はい、取ってあげてください。よろしくお願いします。結婚してますんで。ひろゆき結婚しましたよ。はい、ね、シャイアンさん見てました。これ見てたら、ちょっと伝えたいんですけど、清水ひろゆき君が森田真理子ちゃんと結婚しました。はい、ね、どこで言うと僕らが言うことでもないですけど、ね、はい、だから、男性座員最強はタックル長井さん、そして最弱は、はい、シャイアンさんに決定いたしました。はい、ね、僕らの勝手なランキングでございますから、はい、まだね、いろいろなんかやりましょうよ。いや、全然いいよ、面白いよ、こういうの。想像するのおもろいよね。おもろいですね、うん。今夜のゲストは太田さんでございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。僕の YouTube も登録してね。お願いします。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな鉄郎でございました。